大蛇と流行り病。昔々、大曽根と不当の村境に大きな一本松とお地蔵様の祠があったそうな。村の人たちは畑の行き帰りにはきっと立ち止まって、お地蔵様、今日も元気で働けますように守ってくださいって拝んでいたんだ。そんなある日、村人と新田に恐ろしい病が流行りだしたってよ。村人がひそひそと話している。どんな病気だ？なんでもさ、熱が高くてさ、腹がひどく痛いんだってよ。うわあ、怖いな、くわばらくわばら。ところが次の日、大変だ、隣村の五兵衛のおっか、ゆんべっから熱出してうんうんなってるってよ。助けのガキも落ちんだとよ。村中は大騒ぎになった。おらっちの村に流行ったらどうすんべ。みんなは頭を抱えて考えた。でもどうしていいかわからない。そうだ、物知りの長者様に聞いてみよう。そうだそうだ、みんなで行こうや。ああ、それは困った。そうだ、いい考えがある。物の本に大蛇に病を食わせればいいって書いてあったぞ。大蛇は何でもペロリッと食ってしまうからな。でもここいらには青大将やマムシなんかはいるけど、大蛇はいないぞ。どうするんだ、長者様。わらでこさえるのよ。え、そんなもんでいいのかい。それから村人は長者に教えられた通り、稲わらを六所神社に持って行ってお願いしたんだ。六所様、どうぞこの村に悪い病が来ないようにしてください。大蛇様、病をゲロリと飲んで退治してください。ギュッ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 、村の男衆は心を込めて藁で大蛇を作った。みんな長い時間黙ってギュッ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 作った。女子衆は家で念仏を唱えた。そしてとうとう夕方、できた。うわー、長さは4間、頭の直径1尺、目と下は蜂の木をつけずって作った。まるで本物みたいだな。よし、これを村境の一本松に巻きつけよう。神主さんを先頭に、えっちらおっちら、えっちらおっちら、田んぼの中の道を運んで、松の木にぐいっとくくりつけた。大蛇はぎっと目を向いて西の方をにらんだ。それから暑い夏が来たけど、病はこの村には来なかった。けど、うわぁ、大蛇の腹見てみろよ。うわぁ、ぶっ裂けて溶けたようになってる。やっぱり流行り病を食べてくれたんだ。身代わりになってくれたんだな。村の人は心から大蛇に感謝したんだって。今と違って昔は水道も井戸もなく、同じ川の水で洗ったり飲んだり、不衛生だったんだね。それから近くの村に流行り病が出ると、村人は集まって大蛇を作って
たそうだよ。今日これは締め引きと言われ、江北区日波町に保存会ができて文化財として大事に保存されているそうだよ。おしまい。